皆さんこんにちは。株式会社マミーテレサ介護掃除コンサルタント姫川律です。今日は汚い場所にいるとお菓子を2倍食べるということについてお話ししたいと思います。このお話はアメリカで2016年に環境と行動というなんか専門誌、エンバイロメント&ビヘイビアというなんか専門誌で発表された論文になります。で、正確に言いますと、汚い場所にいると2倍のカロリーを摂取しましたというような、報告になります。で、こちらの人たちは、きれいなキッチンと汚いキッチンを用意して、100人の人たちに、まあ、50-50 で、それぞれ、まあ、1回につき1人ずつですね、キッチンにいてもらうと。それで、課題を渡します。なんかこう書き物をするような課題を渡して、で、それぞれですね、好きなだけ食べてねという感じでおやつを置いておきました。クッキーとそれからクラッカーとかまあ人参ですね。で、人参っていうのがちょっと私たちには馴染み、日本人には馴染み、おやつ会っていう気がするんですけれども、まあアメリカですと、ベビーキャロットとか言ってこう。なんですかね、袋に入ってて、でみんなそれ生でポリポリかじったりするんで、まあ、健康的なおやつとして認識されているっていう感じなんですけれども、まあ、そういったものを置いておきましたと。で、まあ、結果的には、汚いキッチンにいた人たちは綺麗なキッチンで課題をやった人たちの約2倍のカロリー摂取がありましたという報告なんですね。で、やっぱりこう汚いキッチンにいるとストレスを感じたりとか、こう自分をこうなんかコントロールできていないような気持ちになりやすくて、で、甘いものに手が出てしまいがちというような報告が、されています。で、まあ、この研究者は私たちは自分でね、こうコントロール、自分のことは自分でコントロールしてるっていうふうに思いがちですけれども、意外とこの環境の力っていうのが大きいよというふうに、最後報告をしています。で、おそらく綺麗なところにいると人は、他の人が自分に期待してることになんか答えたくなるというふうに最後締めています。で、私たちもまあ、すごくよくわかると思うんですよね。例えば綺麗な神社ですとか、すごいこう荘厳な大聖堂とか入りますと、こうシャキンと背筋が伸びて、ちゃんとした自分でいたくなるというのは、みんななんか経験があるんじゃないかなというふうに思います。で、逆に汚いところにいると、なんか、まあ、ちょっとどうでもいいとか、投げやりだったりとか、そんな気持ちになりがちで、私も昔掃除が全然できなくて汚いお部屋の住人だったんですけれども、やっぱりその頃は、だらだら食べ続けたりとか、あとはやらなきゃいけないことになかなか着手できなくて、だらだらテレビを見続けるとか、雑誌を読み続けるとか、なんかそんな感じだったと記憶していますね。で、綺麗なところにいると、そういうところからすごい腰が軽く、あ、次のこと、あ、やらなきゃいけないことっていうのがスムーズに踏み出せるような、はい、気はしております。なので、まあ、人は汚いところにいると、こう自分がコントロールできないというか、投げやりな気持ちになりがちというのは、皆さんも経験あるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つこれで思い出すのが、割れ窓理論という、超有名なので皆さんご存知だとは思いますけれども、街の中でこう建物とかの窓が割れていると、犯罪が増えやすいっていうお話ですよね。で、窓が割れてると、やっぱ人の気持ちはなんかね、あ、どうでもいいとか、こう
監視されてないとか大切にされていないとかいう気持ちになって軽犯罪が増える。例えばゴミが捨てられやすくなるとか落書きされやすくなったりして、で、モラルが低下して、大きな、凶悪犯罪につながっていくみたいな理論になりますよね。で、ニューヨーク、まあ、すごい有名な話ですけど、ニューヨークは、その理論を使って、犯罪を減らすために、まあ、街中のこう落書きを消したりだとか、違法駐車を取り締まったりだとか、ゴミをなくして街をきれいにしたりだとかして凶悪犯罪を減らしていったというようなことを、まあ、皆さんも聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、それと全く同じでですね、自分のお家もきれいにしていくと、だらしない気持ちがこうピシッとなって、ちゃんとした自分でいたくなる。つまり勉強もスムーズにできるようになるし、仕事とかもスムーズになりやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ディズニーランドとかもこの理論を使って、ものすごいですね、あそこの、お掃除体制はポップコーン落としたらシャーっときますし、もう夜も閉園したらもうすごい人数で隅々まで磨き上げている、花壇の柵まで磨いてるっていう風に、まあ、ちょっと聞いたことがありますけれども、それで空間を作って、で入ってきた人たちにの気持ちをこう何ですかね、こうピッとさせるというか、そういう効果があるという風に思っております。で最近やっぱり、リモートでお家で仕事をすることが多くなってると思うんですけれども、家が綺麗なのと汚いのとでは、もうお仕事の進み方がやっぱり全然違うと思いますので、皆さんもちょっと意識してお家を綺麗にして、ご自分のパフォーマンスを上げていかれると、自分をこう律する気持ちでですね、お仕事したり家事をしたり、お勉強したりすると、さらにより良い結果がついてくる、そこが開運につながってくるというふうに私は思います。はい、それでは今日の話はここまでにしたいと思います。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。